本日は SWBC 関西の初対外試合に潜入。どうも武田です。はい、どうも清水潤です。おい、あ、潤さん、なんすかそのユニフォームは。あ、気づいた。爽やかでしょ。爽やかですよ。実はこのユニフォーム、はい、ジャパンの会長の高橋さんから借りたんだけど、また SWBC 関西行ってきました。また一人で。前回もう何回言ってますよ。初対外試合を行ったわけですよ。あ、関西のジャパンが。そう、その試合を見に行ってきたわけよ。前回さ、バッタージ見たじゃん。バッタージ見た。紅白戦やった時の動画めっちゃ打ってましたよ。うん、いいバッターいっぱいいたでしょ。今度ピッチャーを見たいと思ったわけね。お、いいっすね。それですよ。そう、それですよ。もう気になりますね。なるでしょ、はい、今回は気になった3名をですね、お、ご覧ください。どうぞ。はい、本日の、強化親善試合のお相手は大阪体育大学軟式野球部さん、全国大会にも出場した強豪チームです。関西でも関東同様軟式野球の普及を目的としているので、大学生と交流し試合をしています。はい、早速いきましょう。1人目が川本元気投手。はい、実は川本投手、昨年ジャパンカップを制覇した京北カイザースの選手でして、はい、決勝戦先発して5回失点と。5回失点。はい、もう強豪チームの先発ピッチャーを務めております。あー、すげえ。早速ご覧ください。はい、これ内野ゴロです。サードゴロ。うん、なんでしょうね、ツーシームですかね。うん、おお、はい、またこれもサードゴロ。内野ゴロすごい多かったお店。はあ、打たせるピッチャーと。うん、で、おお、これはすごいです。キレッキレのバックフットでね。いやー、これスライダーでしょうかね。うん、おお、これまっすぐ、直球系も見た目、とにかくコントロールがいい。なるほど、うん、おお、なんて高さを間違えないし、はい、変化球が多彩、打たせることもできるし三振も取れると。そう、おお、ね、それすごいよ、この高さを全く間違えない。かなり好投手だなという印象だった。はい、ナイスピッチャーです。続きまして、はい、山本拓磨投手です。はい、はい、長身のオーバースローピッチャーで、はい、チームナンバーワンの快速右腕。快速右腕、はい、これ楽しみでございますね。はい、早速見ていきましょう。速、はい、くないですか。速い。そう、見てたんだけどひたすら速い。これ投球フォームゆったりしますけどね、うん、速っ。これもね、このまっすぐでガンガンいくんだけども、はい、ファールを取ってカウントを稼いでたの、これ。いや、もうこれは本当素晴らしいです。快速右腕にしかできない技ですね。おぉ、で、カットボールとここで。カットボールなんですね、これ。そう、めっちゃ鋭い、はい、スローで。あー、ギュンって感じだね。おー、もうバッターすごい。あーって悔しがってる。あーって感じの顔してるから、もういやー、これ曲がったんでしょうね、めっちゃ。おー、はい、これもね、カウント取りに来るカットボールで。へー、やっぱこのカットボールとまっすぐのコンビネーションがね、はい、この日はね、すごいね、あ、有効なんだなと思ったね、はいはい、見てて。すごいな、すごい。次は、おお、はい、ここでスプリットと、スプリットも投げる。です。ナイスボールでございます。はい、で、3人目が田中秀樹投手でございます、はい、田中さん。はい、田中投手、はい、関西の副キャプテンを務めておりまして、副キャプ、はい、緩急自在なベテランスリークォーターです。おー、スリークォーター、多彩ですね、はい、ピッチャーが。うん、はい、おお、低っ。やっぱね、コントロールがみんないいね。みんないいっすね、コントロール。おお、おっさい、超スローカウント。おっそ、腕の振りがね、あまり変わらず、あのまっすぐの後にこれだけね、うわー、いやーって感じだから、振り切ってますけども、また笑ってるしね。え、これは、あ、これまっすぐか。まっすぐ、もうやっぱこう的を忍ばせられない、はい、クレバーで、はい、うん。あ、ナイスボール、うん、うわ、高さ間違えないと、うん、緩急もあって高さ間違えない。おお、スライダー。そう、もうね、多彩多彩。ベテラン感がひどいね。そう、関西のピッチャーレベル高すぎないですか。やばいよ。今これもしっかりゴールも打たして、はい、で、最後これですよ、僕が一番気になったの。進化、はあ、これはサイド特有の、うん、軌道ね、進化、あーっていうやつよ。もう消えたんでしょうね、バッターからしたら。これ、これすごい。ナイピッチ。この日2試合を行い、1試合目は6対0で敗戦、2試合目は11対9で勝利でした。大阪体育大学さん、非常に素晴らしい選手が多く、チームワークも良かったです。関西ジャパンはまだまだできて3ヶ月ということもあり、洗練されたチームとは言えないかもしれませんが、個々のポテンシャルは非常に高く感じました。試合後、監督さん中心にチーム力を話し合っていましたので、これからどんどん強くなるチームだなと感じました。そして試合後、3投手をインタビューさせていただきました。お疲れ様です。お疲れ様です。今日は1試合目先発で、はい、投げてたと思うんですけど、はい、今日どうでしたか。
今日、まあ、調子は良くはなかったんですけど、まあ、低めに集めたピッチングができたので、はい、まあ、余計な一発があったんで、はい、そこだけちょっと次回修正できるようにしたいと思います。なるほど。いろんな球種でカウント取れてたなって見てて思うんですけど、はいはいはい、何球種ぐらい投げてるんですか普段。今試合で使ってるのが、はい、ストレート含めて 5、6 ぐらいですね。お、はい、全球種結構勝負球にしたりとか、はい、カウント取りにいけるボール、まあ、基本的には総裁戦あると思うんですけど、はい、そこに向けての意気込み、まずは負けないように、はい、あの勝つピッチングを心がけたいなと思います。わかりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。今日1試合目途中からリリーフして、はい、一番ボールが速かったんじゃないかなってシンプルに、はい、って思ったんですけど、はい、自分の持ち味ってどういうところですか。の持ち味はまあ、はい、真っすぐとカットボールのコンビネーションですね。真っすぐとカットボールで追い込んで、はい、まあ、最後真っすぐで決めるか、はい、スプリットで挟んで落とすか、あ、なるほど、まあ、それがピッチングの軸になってるんで、はい、あの特に、まあ、今回後ろで行くって言われてるんで、はい、もう真っすぐでガンガン押していけるのが一番の武器かなと思ってます。12月に総裁戦あると思うんですけど、はい、どうですか関東に対して。いやもう絶対負けないつもりで頑張っていきたいと思います。しっかりと、はい、抑えたいと思います。わかりました。ありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。どうですか今日調子は。まあ、調子悪くなかったんですけど、はい、まあ、まだちょっと噛み合ってない部分が多かったんで、なるほど、これからちょっともうちょっと上げていければなと、はい、思います。そっちが30超えているということで、はい、経験値の高いピッチングと、あと試合をちょっとでもチームの流れ作っていければなと思うんで、はい、関東と、はい、東西戦があるんですけど、はい、どうですか対関東というところは。まあ、今回27、28行かせてもらうというところで、はい、まあ、その偵察も兼ねて関東チームのレベルをちょっと測って臨もうかなってなるほど思いますので、はい、それに向けても食ってかかっていきたいと思います。わかりました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。はい、ということで、はい、はい、ピッチャー陣の動画見ていきましたけど、どうでした。いやいや、もういろんなピッチャーいて、ワクワクしますね、ピッチャーからしたら、はい、どう、武田的に気になったピッチャー。あ、全員良かったですけど、うん、まあ、その中でも、うん、あの慶北の方、あ、慶北カイザースの、はい、川本君、川本さん、うん、はい、5種類ぐらいでしたっけ、うん、あるっすよね、まあ、すごい多い変化球を。そう、でも球種はね、秘密主義で教えてくれなかったんだけど、はい、そうなんですよね。そうあの、あの多種、うん、多様な変化球を操るってすごい実は感覚の持ち主だと思うんですよ。確かに、あの今がシュートとか、うん、なんかスライダーとか投げていくうちにどんどん感覚がずれていくんで、うん、それをやっぱりピタッとヒットを合わせるっていうのはやっぱすごいっす、うん、まあ、27日、28日、はい、今月の、はい、に、日本代表 VS インターナショナルという形で国際交流試合が行われます、はいはいはい、実は12月に、はい、関東と関西で東西戦を行うことが決まりました。激アツでございますね、それは。いやもうね、ライバル心むき出しですよ。いやいや、学んだかんだやっぱ関東と関西、これやっぱ熱い戦いがやっぱ生まれるんですよね。ですよ、どっちが強いかと。関東の A チームと、はい、関西の A チーム、はい、で関東の B チームと関西の B チームという形で対戦を行うことになっております、今のところ。で、場所が実は草薙球場という静岡県の球場になるんですけども。静岡県、はい、実は私が高校時代甲子園を目指して戦った球場が草薙球場でございます。おー、なるほど。じゃあ潤さんからしたらもうゆかりの、いやもうホームです。負けるわけにはいかないとそうですね、高校時代を思い出してやるんだと、はい、で、その草薙球場で、はい、12月8日土曜日、はい、はい、に行います。関東 VS 関西のね、はい、この熱いプライドの戦いを目に焼き付けて欲しいなと思っております。おお、はい、というわけで、本日の動画以上になります。はい、またこれからも、面白い動画、楽しい野球の動画作っていきますので、皆さんぜひ、チェックお願いします。おお、すっかりもう秋になりまして気温も下がってきているので皆さん体調に気をつけてください。僕は10月に入ってちょっと花粉かなんか分かりませんが目が痒くなったりしてます。僕も体調気をつけます。はい、オンラインショップやっておりますのでぜひチェックをお願いいたします。